非常に仕上がりをして先ほどから雪が降って涙雪となりました帯広競馬場。しかし舞台は整いました。ゆったりとゆったりと各馬尻尾を包んでいます。3番のミノルシャープ上がってきました。4番のメジロ合力、1番の皇帝、内枠各馬先行していきます。さあディフェンディングチャンピオン10番のメムロボブサップ、それから5番のコマさんブラック、6番のコマさんへ、青のブラックもゆっくり行きます。9番のインビクター、内2番の占領ボス、ネオキングダムがしんがりです。徐々に徐々に第2障害手前に進んでいきます。4番のメジロゴーリ、内3番のミノルシャープ、さあこの雪でペースはどうなのか、馬場状況はどうなのか。メジロゴーリとミノルシャープ、この2頭がゆっくり進んで、さらにメムロボブサップですが、メジロゴーリがまず最初に第2障害手前に来ました。前半は1分45秒で来ています。2番手3番手以下も集まります。
マサンブラック、メムロボブサップ、青のブラック、今来ました第2障害1前さあ一旦